コードギアスメールマガジンをご覧の皆様、こんにちは。はい、コードギアス反逆のルルーシュ R2、 光月可憐役の小清水亜美です。はい、ということでですね、まあだいぶおなじみになってまいりましたが、この小清水がギアスの見どころを皆様に熱くお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、第20話皇帝失格をご覧いただけましたでしょうか。なんだかこう本当に嵐のようにすごい事件が起きてきましたけれども、今回のこの20話ではですね、なんとマリアンヌ様がやっとこさ登場しましたね。え、まさかまさかまさかアーニャの中にいらっしゃったとは思っても見なくてですね、あのアーニャ役の後藤優子さんはですね、うちの事務所の先輩なんですけれども、後藤さんに、ね、アーニャがあのマリアンヌだって聞いてたっていう話をしたんですよ。そしたら全然聞いてなかったのって、だからこの間台本もらって、なんかアーニャの中にマリアンヌみたいなのが書いてあって、私もどうしたらいいんだろうってちょっとあのびっくりしたっていう話をなさってました。まあまあ監督方も役者にも秘密ですよはい、なんですけどもね、いやとてもびっくりして、あとはですね、記憶をずっと失っていて不思議なことになっていた C2 がやっとこう今回の話で戻ってくるっていうことなんですけれども、まさかねマリアンヌにこう引き戻されて C2 が元通りになるってことも全然考えていなかったのでびっくりしたなぁなんて思うんですが、そもそもなんでマリアンヌはアーニャの中にいるのってすごい疑問に思いましたまあね、今更ねギアスで疑問に思うことを不思議とは思わないんですけどね、なんかちょっと気になるななんてことを思いながら、あ、この二人ってやっぱり仲が良くてずっとこう会話してたのは、 C2 がなんとなくこう空に向かって会話をしていたのはマリアンヌだったんだなっていうのにこう確信を持った、そんな話数だったななんて思ったのと、あとは、まあ、前回もちょろりとお話ししてましたけれども、シュナイゼルですよ。怖い、ほんと怖い。シュナイゼルがね、皇帝になっちゃおうかっていう発言をなさいましたね。本当に彼が皇帝になったらどうなってしまうんだろうと。まあ部下はとても有能な人たちが多いと思うし、コーネリアもこの流れだとシュナイゼルについていくような流れなので、なんかそんな今ね仲良くしてるじゃないですか。でそんな皆さんの中でこうシャルル・ジ・ブリタニアさんは皇帝失格なんじゃないかっていう話をこう延々ブリタニア側でも行われていて、ああなんていうか黒の騎士団側でもゼロを排除する方向に行き、ブリタニア側でも皇帝をこう排除する方向に行っているんだっていうのがすごくなんか不思議な感じでした。みんなねえ、ある種こう謀反のようなもんですけどね。でもこう時代って本当に人で動いてるんだなっていうのを感じるお話だなって思いました。王ではなく人、たくさんの人の意思で動いていくんだななんて。はい、なのでですね、まあ、どういう風に進んでいくのかまだまだ気になるところなんですけれども、最終的にルルーシュが皇帝と接触し閉じ込めるところでお話が終わっています。このままなんかあと1話ぐらいで終わってしまうんじゃないかって思うような20話の終わり方なんですけれどもね、本当にラストスパートに向けて大どんでん返しとかが起こるのではないでしょうか。というわけで次回第21話ラグナレクの接続、こちらもきっと覚醒したマリアンヌと
C2 と皇帝とルルーシュと今までこう交われなかったメンバーがこう関わって話が進んでいくのではないでしょうかというところでね、どんどんお話が革新の方に進んでると思いますので、皆さんぜひご覧になっていただきたいなと思います。あとですね、まあ、あの今回でこのルルーシュの熱い部分を紹介するという役割、小清水はお役御免になりましたいや、クビじゃないですよ。クビじゃちゃんと説明できないからとかそういうのじゃないですよ。私的には頑張りましたが、はい、今回で私は終わりです。なんですが、次紹介をする方でどうもラストだそうです。ラストですよ。ラストと言ったらやっぱりあの方に締めていただければならないんでしょうね。我らがルルーシュ様にまあ私としても事務所の先輩なんで先輩を立てていく方向でいきたいなと思うんですけれども、まあ、ルルーシュ役の福山さんが最後の盛り上がりを皆様にこう期待を持たせながら伝えてくださるんじゃないかななんて思いますので、そちらの方も皆様こうご期待ということで要チェックしていただきたいなと思います。はい、というわけで何週かにわたって小清水がお送りしましたどうも皆さんありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。では、さようなら。